オフラインイベントねまあそのちょっとずつ戻ってきてる感じはあると思うんですよそうですよねそうでももうこれはもう当初から想定してたことで本当に閉じて少し開いて様子見てまたちょっと閉じて、はい、開いてっていうこれをやりながらバランスを見るというねうん、うん、閉じきっちゃうとこうどんどんねこう経済活動がもう ね、滞っちゃって、えー、もうお店でもいっぱい潰,す潰れてるお店ありますよねめちゃくちゃゃくありますねあるしあの潰れてしまう企業とかもあるからこのままだとまずいということで開く、えー、でもそれでもまたちょっとね増えたら、まあ、少し閉じてとかっていうあのだからまあ少しイベントやってみてまたそういうねクラスターみたいなのが発生したらまた少し自粛の期間があってっていうことをまあ繰り返していくっていう当初の想定通りですよね。ああ だから人類は今までも何度もそのパンデミックを体験しながらもその閉じて乗り切ってでワクチンなりね治療薬が見つかって打開してまた違うものが来てっていうスパンはすごい広いですけどうんやっぱそうやっていくしかないからもう焦らないことだと思いますね。 焦らずに入念にやりながらそれでも少しずつイベントもやってみるっていうねそういうフェーズに入ってんのかなぁとはだから全解禁は全禁止っていうことじゃなくてやってみるためこれぐらいいいこれぐらいかなこれぐらいかなっていう感じかなとは思いますけどねまあしかしある程度忘れちゃってますよね大人数イベントのあの感覚はい。 だってこの YouTube 大学だってお客さんいっぱい入れてやってたからそなんですよねいつこう戻すか、うん、そうまあでもうん要するにアフターコロナなのかウィズコロナなのかみたいなね議論もありましたけど今オンラインでかなりねこう,う成長した部分は残したいしオフラインがねあの戻ってきたとしてもはい その良さっていうのもすごい気づけたから取り入れてのねシンガポール移住でもあるし、ああ確かに。だから大規模イベントをやるのとオンラインでこう細かくイベントをやるのが両方やっていきたいかなと思いますね。だから通常の授業はオンラインでみんな見てもらいながら、なんかどっかのタイミングでその大規模のイベントやったりとかはしてみたい。ああなるほど。そうそうそう。だユーチューブ大学のスペシャル収録の会は日本で大人数でやる。 うんうん、数字はシンガポールで室内でやるとか<ー>そういう感じかなっていうふうにイメージしてますの、ね、だからいろんな特番やるにしてもうん、うん、その宮迫さんとやるとかもしかしたら他の人と違うような特番やるかもしれないけどうん、うん、そういう時に学者さんが来てくるわけですよ、えー、2か2ヶ月に1回1週間来るから、えー、その間に特番を2本撮り2本撮りして <laughs> でオリラジチャンネルも撮ってコラボも撮ってで YouTube 大学のあれもして。<laughs> ザーッとって帰ってくるっていう、<ー>そういう可能性もありますよ、ね。はい,いそういうスケジューリングで行けたら面白いかなと思ってうまあでもそんなできないことじゃないと思うんで。そうですね。その一番大事なことは、そのシンガポールに行くって大したことじゃないっていうことを見せたい。福岡行くようなもんだってことを証明したい。うん、どんくらいでしたっけ？五時間ぐらいでしたっけ？いや、七時間ぐらいじゃないですか？七八<ー>時間で、まあフライトは結構きついですけど。うん でもまあ、そんなに言ったら関東だってそれぐらいかかるところありますからねあります千葉の暴走の下のここを遠いなみたいなありますから、うん、ありますね全然全然うん、うん、もっとフラットにあの考えるべきだって思ってるんですよあの会社辞めるかうん辞めないかとかも、はい、もっと楽に考えていいと思うんですよ あれね、イウォンクラスねはいその、イテンクラスも、まあ、学校辞めるし、うん、大企業じゃなくて起業するじゃないですかあのマインドが大事で、うん、僕「労働2.0」とかも出したりしてますけど本でね、うん、あの会社員人生じゃなくて起業するの普通でいいじゃんっていう。うん 自分でビジネスやるとかって普通だよっていうことをもっと日本人が浸透させてポイントは主人公がヒロインに社長って呼ばれてるってことですよああ<ー>社長が主人公なんですよそれであんなイケてるんですよイテオンクラスって、うん、日本ってやまないっすもんね結局刑事ばっかりでしょ 刑事と医者と医者と刑事ばっかりのドラマはもういいんです弁護士とそうなんかねその国家権力側じゃなくてなんかこうもっとその起業家とかが主役になった方が面白いだろうなと思うんでうんそういう今でもなんか起業家っていうとまだなんかネオヒルズ族っぽいイメージじゃないですかああそうなんですね でもイテ泰ンクラスの起業家ってそうじゃないですよねすげえフラットでカジュアルああいうビジョンを見せないといけなくて若者が憧れないといけないから。っていうのと同様にうん、うん、会社を作るって大したことじゃないよって同様にうん、うん、海外に移住するって大したことじゃないよっていうことを示していかないとうん、うん、いつまでも土地と会社に縛られて。 生きていかななきゃいけないけからなんかそういういいい発信はしていきたいんですよね、うんうん、そのためにもね自分でコントロールしながらイベントもねオフラインでもやるしオンラインでもやるしでもそんなオンラインの時代だからこそ、うん、個人でね、うん、ビジネスもできるし、えっと、海外にも住めるよっていう、はい、いやオンラインはねあのいろんなもの変えてますよ。 いや打ち合わせがほぼオンラインですからね。確かにそうですね。もう集まんの面倒くさいですもんね。はい。その場を借りること自体が大変じゃないですか。はい。それがもう気軽にこう提案できるようになったっていうのはオンラインでいいですよね。うん。言いやすくなりました。確かに。えオンラインですか？ならないですならないです。オンラインでいいですね。なうん。確かに。めちゃくちゃ楽です。そう。いやでもその今日その中田ワールドのチャンネルでね。はい。ナイジェリアの人と喋るんですけど。 むちゃくちゃゃく面白かったんですよんそのアフリカの中でもかなり大きい国ナイジェリア<ー>その28歳ぐらいのね男性なんですけど、うん、すっごいインテリジェントで「うん、あのー、僕と那須出リーの対談の動画も見ました」ナス・那須ー入はとても有名ですからね」って言って<ー>その上で、まああのー「宗教とか歴史の話とか僕好きなんですよ」って言われて「<ー>えっ、ー、宗教の話?」って。 で、どんな,話どんなあの、宗教についてあのナイジェリアってどうなんですかって言ったら主にはクリスチャンなんですけど、うん、で、あそうなんですねってクリスチャンと、まあ、イスラムが半々ぐらいの感じなんです、うん、であ、そうですかで日本は結構いろんな経緯があって「神道知ってます?」って言ったら「知、うん、知ってます神道知っててまますす <laughs> すごいですよ、ね、ブディズム仏教は知ってても神道知ってるすごいな」って言ってそこから話はずんで。うんうん 向こうがが出してきたのが Do you know, 修作遠藤周作遠って「沈黙」「サイレンス」って言ったら「イエスサイレンス」って言って沈黙ってあの江戸時代にキリスト教が弾圧されるっていう話なんですけど、うんまあ、そこで、まあ、その日本では布教ができなかったことを遠藤周作は、えっと、日本にはその宗教っていうものがうん、うん、なぜ根付かないかみたいなことを言ってたけどあなたの感覚はまた違いますので僕は僕でその学んだ。 神道と仏教のねその混合とあの分離その後のまの明治政府のやり方と GHQ のやり方っていうもので今えっと文化としては残ってるけどその宗教っていうものに対しての教育っていうのは今あまり積極的に行われてないみたいなことを伝えてめちゃくちゃ盛り上がって。アフリカってこの後 どううなると思いいますっていうインテリジェンスだからちょっと聞いてみたいと思って「うん、アフリカの未来をどうお考えですか?」って言ったら「それはとても興味深いトピックです」って,って注目高いです,、ね、すごい喋ってくれていやもちろんすごくいろんな歴史があってアフリカっていうのはその植民地支配もされたし大変な経済的にもまだ貧しいところが多いと。うん、でももアアジアもそうだったよね、うん アジアだってその一昔前の中国韓国、うん、日本以外の国は大変なことは大変な状態だった、うん、でも今中国も韓国もシンガポールだってすごいことになってる、うん、でそれはなぜかっていうと Trust、うん、government of 政府が信用を勝ちたから、うん、政府がリーダーシップを発揮したからなんだて言ってたんであ the key, the key is,、uh, 鍵は ガバメントの信頼ですか政府の信頼なんですねって言ったらその通りですリーダーシップが大事ですリーーダシップのある人っていますかって言ったら「これから出てきます」「なぜなら」なって言って今のアフリカの若い人たちっていうのはこうやって今日本のあなたとこうやって時差が8時間あるにもかかわらず僕たちこうやって喋れてれてますよねいろんな情報がアフリカにも入ってきてるしアフリカの人たちもいろんなことを発信できる。 若い人たちはテクノロジー、うん、IT があるから何だって吸収できるしうん、うん、何だってできるんですこれからのアフリカの若い人たちがアフリカをこれからの今までのアジアみたいに急成長させていくでしょうって言ってて、うん、めちゃくちゃ面白いと思って、うん、いやそりゃそうだなって今もう本当に芸能事務所とタレントの力関係も変わってきてるじゃないですかそれは IT の力ですよねはい IT の力で情報も民主化されてうん、うん、言ったらなんだろう あのー、ここにしかか集まらななっった情報ってないですよね、うん、全部 YouTube チャンネルとアナリティクスみで全部の情報が開示されるし、うん、インターネットにつながったら、まあ、どの情報だって入ってくる、うん、YouTube 検索したらどんな勉強情報だって勉強できる、うん、そんな中でアフリカの人たちも同じようにインターネットで情報を吸収できる、うん、どっかの一部の教育機関とかどっかの一部の図書館に行かなきゃったらなかった本とか、うん、っていう情報にアクセスできるで、ねうん、どこからでもこれ教育変わってるの YouTube 大学っていうのも一つはそういうあの使命を果たしてると思いますし、うん、そういう今まであの情報が届かなかった国とかも、うん、むちゃくちゃ今から成長するだろうなと思うと、うん、南西アフリカは若若者が多多いいいででですすか人人口比率確かにそれはすごい人口ボーナスっていう言葉が社会学であるんですけど。うんうん やっぱり人口がぐっとねあの働き盛りの世代に多いと一気に食い伸びるんですよ。で、うん、少子高齢化じゃないですか、うん、今先進国で。はい、ここから伸びる国っていのの躍進があるから、うん、20年前までね中国がこんなことになるなんてやっぱ思ってない人が多いからあでももう,もうね超大国の一つですもんね。うんうん、それと同じようなことがインドとか、うん、アフリカで。 起きるんだろうなっていうことを予見させるトークができど<ー>だから本当に面白い面白いっすね、うん、だからまあコロナが人類にもたらした圧倒的な推進力っていうのがそのオンラインの力かなとも思いますね、えー、もちろん便利なサービスとしてあったけど、うんうん、圧倒的にオンラインがむしろメイン、うん、だから大きいオフィスに たくさんの人間を集めるっていうことがかつての大企業の成功の象徴でしたそれですらないっていう成功のバロメーターが全く変わってきてるっていうふうにも思うんでねだからこれから面白いですよやっぱりペストの時にねニュートンがね万有引力発見したみたいなああそうですねそうだからそのパンデミックの時に人類は新しいものを発見するっていうね定説があるんですけど そのの一つでもあるのかなと思いますね人生変わった人多いと思いますし僕自身も、うん、移住決意したのはそれですから、えー、あ時代が変わるってそうだ物とオフラインの流れからデータとオンラインの情報とオンラインの時代にもう本当に切り替わるんだって思ったんでそっちに。 かけるって感じだね、うん、焦らず焦らずこのコロナの状況をかけできることをやるっていう感じです、うん、ウェブコミュニティプログレス